シークレットベースースステーション皆さんシークレットベースケ s ステーションへようこそケ s ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組では、リスナーの皆さんにはケ s ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは 候補生から単位に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛てにメールを送っていただくだけでございます。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事単位となった方には単位賞をお送りいたしますのでお楽しみに。はい。ということでですね、えー、まずは先日行われました。 ミクスプロージョン2015えバレンタインデーって来週だったにお越しくださった皆さんありがとうございました VS ユニオンさんのですねライブだったんですけれども私も出演時間35分40分ぐらいいただきましてあの持ち歌をたくさん歌わせていただきましたいやーなんか自分の単独ライブからの2週間後だったので バンドで慣れていた自分的には、ステージに一人で立っててとても寂しかったんですけれども、まああの会場の皆さんがすごいね、あの暖かくて、腕も上げて声も出してすごい盛り上げてくださったので、とても楽しく歌いました。ありがとうございました。はい、なんかね、あの会場にはね、女の子がすごい多かったんですよね。あの、まバーサスさんもかっこいい曲を歌いますし、まあ男性もす 三人、女性三人のボーカルユニットなんですけども、あと、俺たちさんっていうね、あの、佐藤さんと大原さんのユニットさんもありましたりして、女子が多かった。<laughs> でね、なんかね、女子の方にね、あのー、すごい、近藤さん歌っててかっこよかったですっていうコメントをいただいたりして、なんかすごく嬉しかったです。<laughs> またね、なんか男性の方にすごいかっこよかったですとか可愛かったですって言っていただくのすごい嬉しいんですけれども、なんかやっぱり同性に良かったですって言われるのはまた違うんですよね。同性に認められるってなんか、 違った意味で、なんだろう、ステータス的に高くなりますよね。なんでだろう。でもきっと皆さんもそういうところあると思うんですよね。同性の方に認められる素晴らしいことだ。嬉 <laughs> しかったです。ねえ、またね、もしライブ来てこ、まあ、近藤の歌とか気に入ってくれたら、ぜひぜひ皆さん、近藤の CD なりね、 ライブとかも来ていただけると嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということでですね、では普通オープニングなのでご紹介していきたいと思います。インナンバー13、シークレットネーム極大さんからです。ありがとうございます。こんちゃん隊長、こんにちは。こんにちは。週末はバレンタインデーですね。そうですね。 そうですね。はい、えー。学生の頃は一大行事で靴箱を確かめたり、机の中に入っていないかこっそり手を入れて確認したり、もしかして手紙かと思ったらただのプリントだったり、用もないのに教室に残ってみたりと、なんか一日中そわそわしてた記憶があります。 ただ、大人になってからはお返しするのが面倒だから、ギリならいらないなぐらいに思うこともしばしば。なので、時々受け取った時のリアクションも下手になってしまいます。こんちゃんなら、ギリチョコを渡した時、どんなリアクションをしてほしいですかギリチョコを渡した時のリアクション。なんでしょうねー。 え何、ー、だろうあありがとうで普通いいんじゃないですかね。うんそれが一番いいと思います。まあ来月お返しするから何がいいって聞いてくれたりする人もいますし「あじゃあ今度お返しするね」って言ってくれる人もいるんでまあ普通に「ありがとう」って言ってくれるのが一番です。 うん。なんか、リアクションが下手とか、そういうのじゃなくていいんですよ。別にリアクションしなくてもいいんです。なんかちょっと照れくさそうに、あ、ありがとうって言ってくれたら、それが、いい。<laughs> 逆にそれがいい。なんか、すごいオーバーリアクションで、え、なにえ、これギリチョコなのなんよ俺のこと嫌い、好きじゃなかったのかよみたいなこと言われると逆に、えみたいな。<笑><笑>あ、あ、すいません、ギリチョコで、みたいな。なんか <laughs>。 ある意味義理チョコってあの女子的にもねあ,のあげるの面倒だからって最近あげる人も少なくなってきたりしてるので多分多分っていうか本当義理チョコって気を使って <laughs> あの勝てるものでお渡ししてるものなのかなとは大半の女子はそうなのかなとは思うんですけれども。 だから気持ち的にあ,ありがとうって言ってください。オーバーリアクションだと逆にイラッとすると思います。気をつけろ。<laughs> ねえ、バレンタインはね、昔は女子校だったんで、友チョコですね。女の子同士で、まあ、手作りで作ってくる子もいましたし、シロルチョコをね、ちょっとこう、 ちょっとちっちゃいラッピングに包んで入れてくれたりとかあとメダルチョコをつかみ取りでどうぞみたいな <laughs> ちょっと際わものなつわな友達もいたりとかしてまあまあまあ女子は女子同士でね楽しくバレンタインデーというイベントを過ごしたわけなんですけれどもそうですね驚愕だとやっぱり靴箱とか机の中とか確認するものなんですね。 いいなぁ、甘酸っぱい青春ってないんですよ。驚愕じゃないから。中高短大って女子だったから。もう全くない。いいなぁ、羨ましいなぁ。一日々中そわそわしてたりするかもしれないですけれども、後々やっぱりいい思い出になるわけですよ。うーん。ないから羨ましいです。 いいなあ、共学、共学行ったけばよかったなあ幼稚園と小学校じゃそんなこと何もなかったなあ <laughs> ただみんなでなんかチョコの交換してた。<laughs> 今日、小学校の時は女子であの合同でチョコ買って、はい、男子みたいな。あの、人数も少なかったんで、うち26人か。最高26人しかいなかったんで、あのー、一クラスしかなかったんでね。まあ、そういった事情で。<laughs> ときめきもなく、チョコ渡す日みたいな、お返しして、お返しのホワイトデー、チョコ、雨あ,あげる日みたいなね、なんかそんな感じでした。男子はね、お母さんがやってくれるんでね、ありがとうみたいな、お母さんがくれました。<laughs> お母さんに言われたから、はい、みんなにあげるみたいな感じでしたね。わー、バレンタイン。今年は、ギリチョコだなー、ギリチョコ。いや、でもね、 バレンタインの日にね、仕事がなければね、ギリジョコは渡さなくて済むんですよ、みたいな。 お父さんぐらいにお父さんにね、チョコレートケーキをね、お母さんと妹と買ってあげたいと思います。はい、オープニングでは皆さんからの靴音を募集しております。どんなことでもいいです。近藤に一問一答を急に送りつけてきてもいいです。何でもいいので、靴音送ってくださいね。メールの宛先は、k-s-e-c-r-e-t-at-mac-t-a-r-g-e-t-en-t.com アンダーバーシークレットアットマークターゲット -ent.com までですそれではシークレットベースケーステーション第19回いってみよう重なり合う糸浮かび上がる 暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。 ということで。今回のお題は何かな？今回のお題じゃじゃん？ジャジャソッパース。ほソッパス。ソッパスなんかのパスですかね？違うかな？電車パスパスもとかソッパースソッパスって何な,なんですかね？

<laughs> なんだっそって始まるもの自体がもう思い浮かばないんです今今何だろう「ソソックス」「ソックス」<laughs> ックスか「ソトーク」<laughs>「フになんないしそフフ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 フそフかフフ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 フなフフフフ そそ、それ、そっそんそ、そそ,そ,そ,そ、ちょっうーん難しいソネット <laughs> あダメこれ言っちゃダメですきっとね言っちゃいけないあーそそそあそうそそああもうこれかソッとパスの略ですねもうそうすると 物で「もの」って聞いたからそっとパスを送れる何かなんですよ。で,パスをパスで何を送るかが重要ですよね何をそっと送るのが重要かっていうとそっと闇金 <laughs> 違うな違うなそれはダメだそれは悪い人が使うやつだそれじゃない一般的ななんかそっと。 送らななけければいけないパスを送らなければいけないものとなるとあこれはそっとラブレターを受け渡すすものですねそうラブレター古典的かもしれないけど今、ね、メールとかね電話とかねそれ直接本人に会わなくても愛の告白ができるわけですけれども。 やっぱりその手書きの手紙って気持ち伝わりますよね。一生懸命書いてくれたなとか、あこういった便箋選んでくれたんだとか、相手の思いがやっぱり伝わるのは手書きの手紙だと思うんですよ。なので、このソッパスでは手書きのメール、手紙をなんだろう、どうやってそっと,とし渡してくれるかですね。そっと パスできるように、書類の間に紛れ込ませることができる入れ物がソッパスです。そう。なんか紛れさせることができる。だからソッパスっていうのは、あれだ、カメレオン的な封筒ですね。なんかその色彩にすぐ紛れ込ませることができる。そういった封筒のことをソッパスって言います。そういう商品が出ています。 やっぱり店員さんとかでねあこのお客さん素敵だなって思っても普段はお釣りの受け渡しとかあと商品のねありがとうございました商品の袋どうぞみたいなそれしかないじゃないですかそういう時とかでもこのソッパスを使えば封筒を何ですかビニール袋コンビニ袋の外側とかにそっとつけることができる。で、まず おうちに帰るまでは気づかないぐらいのレベルのこのカメレオン的な要素を発揮してくれるとかあとはこう普段あのー、電車とかですれ違っている可愛い女の子か,わかっこいい男子とかにそっと手紙を渡したいでもなんかバレたらどうしようっていう時は直接渡せないって時にその 男子高校生のバッグとかにそのソッパスの封筒を使うとソッパスの封筒はきっと粘着力があるんですね少しねあるからあのバッグとかにペタッて貼り付けるわけですよそうしたらあのいつか学校とかね着いてからあれなんか着いてるって思ったりとかちょっと学校に着いた時に机にカバンをドンって置いた時にパラッて落ちるわけですよそうするとあっ なんだこれってなって、こう、開けると、あなたが好きですみたいな、こう、手紙があったりすると、超素敵じゃないですか。それだバレンタインの時期ですからね。そうそう、それですね。ソッパスとは、そういったカメレオン的な封筒です。答え出ました。答え出ました。いいなぁ。そういうのあったら、何に使うかなあれ、脅迫メールとか使っちゃダメですかね。そういうのは怖いところには使っちゃダメです。さて、答えです。じゃじゃん なるほどねソッパス靴下を買った時についている靴下を挟んでいる金属製のあれ広げた形がコンパスに似ていることからソックスプラスコンパスでソッパスソクパスと名付けられた取り付けは手作業で行われているらしいあ,あそうなんだそれは面倒くさい <laughs> ソックスだった。<laughs> 最初の方が合ってたーやっぱそうかそ、そうだよね。そ、そって始まるものってソックスぐらいしかないですよね。ー <laughs> あ、そう。あ、コンパス。そうか、コンパスに似ているのか。あの金具の形が。 まあそうですね、あのー、そうですね、U の字ですもんね。なるほどね、あの金属ソッパスって名前ついてるんですね <laughs>。ああ、なるほどね。ああ、うーん。あでもソッパス若干徐々に減ってきてますよね。なんかシールで止めてあったりしません？最近ソックスって、うん、なんかこう金属がこう危ないとか、うんっていうので。 シールになってるのもあるんですけれどもソッパス絶滅危惧種になりそうですかねそろそろねはあ手作業でありがたいですねいやでもソッパスそうかそうかうーんいやーねーバレンタインデーだからさちょっとそこら辺のにかけてるかなと思ったんですけどね違ったわー違ったわーよし皆さんは今回金属 靴下についているあの金属が「ソーパス」という名前であるということが分かりましたので、えー、こういった時にぜひ使ってみてください。靴下を買って新品の靴下を下ろす時「あソーパス取り外すの忘れないようにね」ってぜひご家族の方とかに行ってください。あとソーパス外した後 そこら辺に放置しておくと何かしらの教師に踏みますそうするとめっちゃ痛いのでソッパスはちゃんと外したらゴミ箱に捨てるようにしましょうあのソッパスを無造作にポイポイってなんかそこら辺に置いてある人見たらそのソッパス危険だから捨ててってゴミ箱に捨ててってぜひ言ってあげてください <laughs> そっそっか そうだよねそってそちっちゃいつって始まるソックスぐらいしかないはい皆さんは解読できたでしょうか以上暗号解読のコーナーでしたニューアルバムプリズム情報のコーナーこのコーナーでは近藤かなこの音楽情報についてお伝えしていきたいと思います ということでですね前回は公開録音のあの音源を配信いたしましたのでなかなかあんまりね感想メールが読めなかったので今日はいっぱい読みたいと思いますまずは、えー、シークレットネームのぶくもさんからですありがとうございますかなっち隊長お疲れ様ですお疲れ様です2015年初メールです 1>, 1月18日のワンバンライブも無事に参加させていただくことができました一部の公開録音ゲストの小倉さんとの対談が絶妙で大変面白くて楽しかったですありがとうございます小倉さんのライブは初めてでしたがステージ上で楽しそうに歌う姿が印象的でした思わず CD 買ってしまいました桜並木がこっちで聴けるとは意表をついて <laughs> 楽しかったです2部のライブは前回以上にパワフルでトークもたくさん交えつつ充実した時間を過ごすことができました次回のライブもあったらぜひに参加したいと思いますありがとうございます そうですね一部はですね公開録音半分とそして半分はミニライブとして小倉優さんにもですね曲を歌っていただきましたがあのー、小倉のねあの歌声はすごい元気が出るので私もあの彼女の CD をいただいてたまに聞くんですよねまあ元気がない時にそうするとね元気になるのであの信久保さんもぜひ元気がない時とかにね小倉の CD 再生してみてください。 桜並木と「宵の風」を今度は2曲一部の方では歌ったんですけれども「桜並木」はね可愛い,い曲なので2部のライブで何を歌おうかって時に「桜並木」を2部では歌おうと思ったんですけどライブパートでね。でも今回バンドメンバー編成的にすごいロックなので可愛い,い曲はちょっと彼らは苦手かもしれないみたいなあと曲調がちょっと。 1一曲だけ違くなっちゃうかもしれないっていうことでじゃあ分かったよじゃあ分かった歌わないっていう選択肢ないから一部で歌うよってことで、ね、あの一部の公開ラジオのとあのミニライブの方で歌わせていただきましたいやーね2人でね小倉さんと一曲「シッチオンを」をポーゼのオープニングテーマを歌ったりしてすごいすごいテンション上がりました。<laughs> ベースを弾いてくれてたあの相沢さんあい、あいくんがあの歌よく知らないけどすごい声出て,て楽しそうに歌っててすごい良かったですって褒めてくれましたあいくんなんか褒めてくれるんだと思ってそれでもちょっとテンション上がりましたはい楽しかったですねまあ、特撮の話ばっかりしてたのでなんか本当知らない方には本当申し訳ないなっていうぐらいの 公開録音の内容でしたけれども、いかがでしたでしょうかさてさて、もう一問いきたいと思います、えー。シークレットネーム、隊員ナンバー12、えー、お気楽バナナさんからです。ありがとうございます。かなこ隊長、ボンジュール。ボンジュール。ワンダフルパーティー、ボリューム2、プリズム、お疲れ様です。お疲れ様でした。ライブ大成功ですね。 一部二部、本当に楽しかったです。会場で迎えてくれたたくさんのお花たちもとても綺麗で、大将さん愛されてるなぁと思いました。いやいや、皆さんありがとうございました。ライブの中では、バレットダンス、ラブソーブルー、青の鼓動を聴けたのがすごくすごく幸せでした。演奏にするによ 演奏するには難しい曲ですが、バンドメンバーさんたちもかっこよく演奏していて、自分もかっこよく演奏したいなと思いました。また次回のパンダフルパーティーも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。はい、もうラブソーブルーブレイブルーのね、私はやらせていただいておりますヌエルバーミリオンのテーマソングですけれども、バレットダンスをバンドメンバーの皆さんにスペシャルで。 演奏していただきました本当にねこれねすごい難しい曲なんですよなのにねなんかあのバンドのメンバーでお客さんに一曲プレゼントしたいなってことをお聞きして何を演奏したらいいかなって相談されたんですよねたらバレットダンスがいいんじゃないですか難しいですけどって,って言ってあのまあ 頑張りますってことで今回演奏してくださってやっぱり盛り上がってましたね。私ちょっとステージ裏に引っ込んで聴いてたんですけれどもなんか会場の熱いノリが私裏にいてもすごい伝わってきました。うんでなんかまあ本編中は私はまあ歌わなかったんですけどアンコールでそのバレットダンス演奏に乗せて歌詞を乗せたタイトル的には「ラブソーブルー」という歌になるんですけれどもその歌も歌わせていただきまして二重にね あの2回演奏して頂い,いてで私も楽しませてもらってお客さんもすごい楽しんでくださったみたいなので良かったですね。 いや、なんか難しい曲は、難しい曲なりに、やっぱりすごいテンション上がりますしね、弾いてる方々もすごい楽しかったって言ってくださったので、よかったでございます。ありがとうございました。のうもう一枚読みましょうね。えっ、ー、と、シークレットネーム、謎のプリストさんからです。ありがとうございます。かなちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。先日はライブ登録お疲れ様でした。登録ではゲストの小倉さんとともに、首位全開で突っ走ってましたね。うん。 <laughs> 正直わからない部分も多かったんですが、熱く生き生きと語るお二方のお姿を見ているだけで楽しかったです。ありがとうございます。ほんとすいません。<laughs> ライブでのかなちゃんは打って変わってかっこよかったです。インストアイベント的なものや温泉合宿、あ、アクエリアンエイジーの温泉合宿っていうのでライブがあってちょっと歌ったりもしたんですけれども、その温泉合宿での宴会ではないライブハウスでのかなちゃんの歌う姿って 初めて見ました。普段とは全然違いますね。本当たくさんの人にこの姿を見てもらいたいです。とっても楽しい時間をありがとうございました。またの機会を楽しみにしております。ありがとうございました。そうですね。やっぱりそのインストアイベントではやっぱりカラオケであったりとか、そのまあ、 店舗さんごとにねあのそのライブ会場みたいなのを用意していただけているんですけれども何ですかねインストーイベントってやっぱり初めて歌う場所なのですごく私も緊張してたりもいたしますしカラオケで歌うっていうこともあるのでやっぱりバンドで歌った時は、まあ、曲の印象も変わりますしお客さんのこう音の感じ方もまた変わってきますし今度のテンションも上がりますし。 イベント的なものを、うん、温泉合宿とか、あとなんかちょっとしたアニメのイベントとかで歌うイメージだと、やっぱりそこの、何ですか、近藤のポジションってあるじゃないですか。その、まあ、ラジオであるとか、そのアニメの作品であるとか、そのポジションってあるので、なんかそこを近藤は守ろうとしているのがで、ね、本当の自分では歌ってない。 ことが多いんですねなので、えっと、今回の単独ライブっていうのはほ当近藤のライブ近藤自身で全部全開で近藤100%でやっていい場所だったので他の場でしか見たことのなかった謎ぞぷりさんはきっとびっくりしたのかなとは思うんですけれどもそれはそれで近藤かのこという人間 100%120% ぐらいでお伝えできているかと思いますのであのぜひぜひ気に入っていただけましたらまた違うね、まあ、単独ライブかもしれませんし。 ツーマンライブとかもしれませんけれどもぜひぜひそちらはね来ていただけたら嬉しいなと思いますので、ね、今後ともよろしくお願いいたしますいやーライブね生バンド面白かったですよほんとねオープニングでも言ったけどねあのバンドさんでねライブをやった後のね一人でステージに立って歌うっていうのほんと寂しい <laughs> ほんと寂しかったですあんか後ろにタッキーいないしなみたいな <laughs> 振り返っても誰もいないみたいな <laughs> 振り返ればやつがいるぐらいの感じがいいんですけどね。なんか、あ、古い、古い80年代トレンニードラマ。面白かったですね。あのラジドラマね。<laughs> そしてそして、えーとですね、1月18日のライブ限定で、ライブ会場限定で発売したブルーレイについてもですね、感想来てますので、ご紹介したいと思いまーす。隊員ナンバー6、将軍さんからです。こんちゃん隊長、こんにちは。こんにちは。 先日「パンダフルパーティーボリューム2で発売されたブルーレイ届きましたよ。ライブ中に隊長がおっしゃっていた通り本当にできるのが早かったですね。そうですね1月末発送いたたししました 大変皆さん頑張ってくださいました。ありがとうございました。ターゲットの皆さん、本当ありがとうございました。えー、このブルーレイを見るために、ちょうど買い替えようかなと思っていた、7年使っていたテレビを新しいのに買い替えて、大画面で視聴しました。おー、恥ずかしい <laughs>。ライブ映像、パンダフルパーティー、ボリューム2の方は、 音などがそのまま撮ってあってその場にいるような聞こえ方でより当日を思い出させる映像でした。特典映像も K ステーション収録風景とか見るのは新鮮でしたし、一人でおしゃべりするのも二人とかで喋るよりも難しそうで、コンちゃん隊長はいつも大変なことをされているんだなぁと感じました。このような映像作品は思い出に撮っておけるので、お忙しくて大変でしょうが、 ぜひ次回のライブも作ってほしいです。そのことです。ありがとうございます。はい、ブルーレイですね。前回のパンダフルパーティーボリューム1の映像がメインで入っていたんですけれども、今回の1月18日のライブ映像を入れて、それで1月末に発送するなんていう時間が、なんていう作業時間が短いんだと。なんていう鬼なんだと。<laughs> ちゃんとプロデューサーが今月中に発送できるよって言ったから私はステージ中で <laughs> 今月中にあの発送できるみたいなんでなんかぜひ予約してくださいってことを言ったんですけれどもまあ頑張ってくれましたプロデューサーはじめあのターゲットの皆さんほんとうんわがまま聞いてくださってありがとうございましたでもねあのやっぱりねライブの 記憶が熱いうちに届くのって素敵ですよね。うん。ありがとうございます。ぜひぜひ、あのー、大画面で、今後も楽しんでください。そしてもう一枚読みますね。えっと、単位ナンバー11ユージんからです。ありがとうございます。ファンドフルパーティーボリューム2会場限定で販売されたブルーレイ。自分はどうしても仕事で会場に行けず購入できないことを嘆いていると、近藤さんのファンの方が、自分が行くので買ってきましょうか と、ツイッターでしか知らない自分に声をかけてくださり、無事、ゲットできました。 近藤隊長のライブ映像が見れるのも最高に嬉しいのですが、こんなに周りのファンの方が優しい、親切なことにすごく感動してしまいました。自分も何か周りの人のためにできたらいいなと改めて思った出来事でしたとのことです。ありがとうございます。そうです。もう会場限定でも通販もこちらもう予定してませんし、もう今日も予定してません。<laughs> ないので、あの会場、本当限定の販売だったので。 も行けない人はもう行けるお友達に頼んでとも言ってたんですけれどもありがとうございます良かったですねゆうじさんね本当にねあの近藤応援してくださっている方はね心の優しい方ばかりなので近藤自身も支えられつつあのファンの方もね応援してくださっている同士の中でもねお友達になったりとかこうやってね応援してくれている方同士支えてくださるっていうの本当に今度も 感動しますのでなんかもう今後もねあのー、皆さんよろしくお願いいたしますもう支え合って支え合ってみんなで人という字を大きくしていきましょううん大切やかったブルーレイの本ね特典映像であのー、朗読ボリューム1の時にちょっと朗読したんですけれどもその朗読がなんとまるっと入っておりますはいうちの女っ子の声がめっちゃくちゃ入っておりまして <laughs> だから、ね、急にねあの笑い声が入ってんですけどもあの気にせず聞いていただけたら臨場感がね会場の臨場感その時の当時の会場の臨場感のまま収録されております今動がめっちゃその声をに気を取られないようにすごく集中して朗読を読んでおりますはいなのでメイコのおかげであのいい朗読にもよりなったと思います。<laughs> はい、エンドレスデーの,あの曲につながるエンドレスデーの,あの話ですので、ぜひぜひ、曲も含めあの、改めて、そこの会場でしか読まなかったお話ですので、聴いていただけると幸いです。はい、ぜひぜひ、ブルーレイご購入いただいた皆さんは、何かあったら、ぜひ、この DVD、 ブルーレイか。<laughs> ブルーレイを再生して見てみてくださいあ。もう楽しかった思い出、感動もですね、あの、今日製品版もらったので、家に帰ってからまた改めて見たいなと思います。自分の場合は反省会かな <laughs> 反省会になってしまうかもしれないけれども。いや、楽しい思い出をね、もう一回ね、プレイバックしたいと思います。はーい、本当にありがとうございました。パンダフルパーティーボリューム3のね、<laughs> 告知はねいつできるかわかりませんけれどもこちらをぜひぜひあのお楽しみにしててくれると嬉しいですよろしくお願いいたします以上プリズム情報のコーナーでした をお迎えしてゲストさんのあれやこれやをいろいろ聞いていこうというコーナーです。ということで本日のゲストはこちらの皆さんです。どうぞ。はい皆さんこんにちは MGP ちかです。こんにちは MGP の美紀子です。皆さんこんにちは MGP の,の美穂です。 はーい本日はミステリーガールズプロジェクトさんのお迎えしておりまーすよろしくお願いしますよろしくお願いします はい。ということで、えっ、ー、と、ミステリーさんには前にも来ていただいたのですが、今回はですね、えっ、ー、と、昨年末、あの、新しく加入した3人のメンバーをお迎えしております。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。ま,すまだ私、その、年末のライブにゲストで出演させていただいた時が、ほぼ皆さんと初対面だったので、まだまだ、ね、あの、お三方のことを全然知らないのですけれども、<laughs> はい、美キ子さんは、このミステリー ガーガルズプロジェクトに、はい、あの受かったって聞いた時は始めるって聞いた時結構私自身がすごいのんびりしているので、うん、あの最初にこの m g m y s t ー r y g i プロジェクトさんの,、うん、の動画を見た時にすごく歌って踊るグループじゃないですか。私 大丈夫かって思ったんですけれども、はい。今一緒に入って踊ったりしていて、とっても楽しい。踊りは前からやられてたりしたんですか、皆さん。私はえっと学校がダンスの学校なので、毎日踊ってるんですけど。美穂さん、はい、もいちゃんはいつも踊ってるんですね。学校がまだ通われてるんですか。今年卒業です。あ、そうなんだ。 あーなるほどライブ見ててすごいダンスのキレがすごいなぁと思ってたんですけれども <laughs> ねーなるほどなるほどと、はい、いうことで美穂さんはダンスがお得意ダンスがお得意ですーおですあーそうなんだです <laughs> 歌もその何ですか三人が入ってまたさらにパワーアップしたなーって思ったんですよね <laughs> 嬉しい嬉しいありがとうございます 可愛い,い一面も MGP さんはありつつで、曲はすごいかっこいいので、うん、こういったグループにどういう方が今度入るんだろうと、うん、もうなんか新しいメンバー入れるよって聞いた時はドキドキワクワクしながら思ってたんですけれどもいやこの間の年末のライブ見てあ,あ MGP みたいなすごい感動しましたリハ見てる時からあ,<ー>あもうこれはもう安心して見れるし、えー、私むしろこのライブに出ていいのかなぐらいまで <laughs> <laughs> 思っておりました。なんかすごい堂々と歌って踊ってて踊 やってたのでなんか緊張逆にしてたのかなぐらいな本当にいきこさんとかなんほんとのんびりしてたので緊張感っていうのがあるのかしらみたいな私結構のんびりしてましたねああと思い楽しみと思いながらでもね千佳と美穂は結構緊張してたよねそうですね楽屋でもねいっぱい歌ってたよね歌ってたね一人でずっと踊ってたいかがでしたか初めてそのライブ っていうステージで歌って踊ってみて。そうですね。私ライブというものが初めてで、うん、結構お客さんの顔とかが。 こう見ることができてうん、うん、結構私楽ししめましたうん、うん、すごい美穂さん初めてのライブの時からお客さんの顔が見れるってすごい大物だと思うんですけど普通見れないですよねすよお客さんの目線とか合わせられないくてもう目線が宙をさまようぐらいなのにど <laughs> どこ見ようどこ見,って見なんかねお客さんと目が合いそうなと揃そろわすみたいな <laughs> <laughs> 感じなのに <laughs> うすごいもう大物感が漂いますね。 私でですすかはい、はい、みこさんどうえ私そうですね、うん、舞台上でも結構明るくのんびり朗らかな気持ちでいたつもりなんですけれども、うん、映像を見てみると結構いかつい感じになるなと思って、ね、<laughs> なんか力,力強いなっていう <laughs> なんかそうですね楽し,み楽,し楽しかったです。<laughs> なんかかこう、私はリハとか もう本番も後ろで見てたんですけども <laughs> なんか美希子さんはあのすごい無表情のビューティーがなんかすごい立ち位置なのかなって思っててそうですよね。

MGP のメンバーが増えたよって決まったよ、うん、この人たちにって聞いたのが結構ライブの12か月前だったかなみたいな <laughs>、ね、結構すぐだったんじゃないですか決まって、ね、ライブですみたいな、はい、本番までそうですねオーディションを受けた時に言われましたね、うん、そういうふうにあと2か月後にライブがあるので間に合うかなって。 うん地下はあと一ヶ月後ぐらいで入ったあそうなの一番最後ですねうわあだから爪爪で爪爪でもうみんなですごい集まって練習したりしたんですかはいそうですいやでもなのでやっぱり人数多いとステージのポジショニングとか大変じゃないですかなのにそのポジションもすごいいい感じにその何ですかポジション取れてたし何だろうまとまり感あと動きの が揃ってて。 すごい良いステージだったなと思って細かいところまで結構みんなで揃えたりして本番前もね揃えたりしてねえ曲も覚えなきゃいけないしダンスも覚えなきゃいけないしもう MGP の既存メンバーにはいろいろ言われたんじゃないですか大丈夫ですかいじめはなかったですかみんな優しいですね。でも優しくて大丈夫そうだ優しくて優しくて もうメンバーに馴染んだ感じでリハーサル中もずっと笑い。はい 声が絶えない面白かったいやーでもその素敵なライブが今 YouTube に結構上がってるんですよねそうなんです年末ライブの映像がですね YouTube ですとかミステリーガールズプロジェクトのホームページから見ることができますそうですねミュージック PV としてはい。しかもその年末のライブでは新曲も披露されてますたよね新曲の方発表して美キ子とはミホの ミヒコとミホのミインボーから勤めている作詞もさせていただきましてその新曲の二曲ももちろんあの動画で上がっておりますのでぜひ皆様ご覧いただけたら嬉しいですはい。ぜひぜひ見てくださいそしてそしてなんとこちら MGP の新しいメンバーチカさんとミヒコさんとミホさんでなんか何かを始めるらいですよねということで今日は 告知に来ていただいたんですよ。ねゃあお邪魔しております。えっとミルラジっていうミルラジ、ミルラジ、ラジはい。なんでしょう。ラジオ番組が配信されるんですけれども。おめでとうございます。ありがとうございます。なんてトントン拍子なんだ。新曲できるわ。ラジオ始まるわ。はいはいはい。どんなラジオなんですか。そうですね。聞いて楽しく、はい。見ても楽しい。はい。えラジオって映像 配信なんですかはい映像配信 <laughs> 私たち三人のですねキャラクターにしていただくというまた新しいそうです私たちの声に合わせてキャラクターがちょっとちょこまか<お>動くような可愛らしいやつがあるんですけれども見てのお楽しみというラジオで喋った声に合わせてキャラクターが動く、はい、なんか私そういったラジオ知ってる気がる 見るラジオですね。あ、あ<れ>なるほど。あれちょっと似た気がするけど、まあ、見ないとわかんないでね。うん、<laughs> まずは見ないとですね。わかりました。<laughs> はい、どんな番組内容になっていくんですか？<laughs> はい、この番組はですね。皆様からの感想やをえー、おメッセージお便りを読ませていただいたり、うんはいね、コーナー。 毎回コーナーを作って、ね、テーマに沿って私たちが話していく、うん、今言っちゃいますかじゃあ言いませんよろしくお願いします週代わりでね、いろんなコーナーを用意しているのでそうなんですね、はい、そうですね毎回飽きることなく、いろんな逆にチャレンジを皆さんもしていくわけですねなのね皆様からのコメントとかね <laughs>、うん、そうです、はい、メッセージお待ちしておりますはい。 ねえ、ラジオは皆さん、リスナーさんからのメールが一番ですから。はい。はい、ぜひぜひ、こちら、見るラジにも、皆さん、ラジオを、ね、聞いて、<laughs> <laughs> メールの方、はい、ぜひ送ってくださいね。はい、お願いします。それでは、あの、リスナーの皆さんに、あの、お一人ずつ最後にコメントを、意気込みなど、 はい、マイミステリーガールズプロジェクトへの意気込みでもいいですしラジオに向ける意気込みでもいいですしはい、はい、ぜひぜひお願いしますじゃあちかさんからでいいかなはい私はですね歌もダンスも、はい、えっとまだピヨピヨなのでみんなと一緒に頑張っていきたいと思っておりますよろしくお願いしますはい応援よろしくお願いしますそしてミヒコさんはい、えー、私はですねちかちゃんミホちゃんものように、うん、あんまりまだ喋りが 上手くないなと自分で思っているので。もっともっと面白く、くすっと笑えるようなお話をしつつ。はい、ええー、ラジオも楽しく作っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ではみほさん。はい。えっと、新メンバーの三人でね、先輩に負けないように。どんどんレベルを上げていって、また皆さんの前でね。お披露目できるような機会があれば、そこでまた私たちの成長を発表できたらいいなと思っています。なので。 皆さん、ミルラジ楽しみにしててください。はい。ありがとうございました。もうね、あのー、素敵なミルラジというラジオが始まりますので、あの、ライブとまた違った一面を、ね、はい。はい、ぜひぜひ皆さんに見せていって、なんかこの子可愛い,いな、面白いなとか、ラジオでファンの方をゲットゲットしてって、うん、いけるような素敵な、はい、ラジオを作っていけたらいいなと、私も応援しておりますので、ありがとうございま、はいはい、頑張ってください。はい、本日のゲストは、ミステリーガーズのちかさん、みヒこさん みほさんでしたありがとうございましたありがとうございました 悩み相談コーナーかっこかりはい、ということでですね、あのー、新コーナーかっこかりでございます早速お便りが来ましたのでなんかねお悩みを抱える子羊さんがいっぱいいるみたいであ子羊さんじゃないか隊員さんがいるみたいでご紹介したいと思います第7話17伊達牧宗さんからですありがとうございます体調お疲れ様ですお疲れ様です 相談コーナーが始まったと聞いたのでメールさせていただきます。私は春の新生活に向けて最近引っ越しの準備をしています。そこで困っているのが大量の本です。漫画やら小説やら、あと色々とあれな本やら、<お>様々な本を読み漁っていた大学生活でした。その結果、アパートには大量の本が所狭しと置かれています。 引っ越し先にすべて持っていければいいのですが、一度実家に預けるとことになるため、うん。母から一度読んだ本とかは処分しなさいと言われてしまいました。え。ですが、私は一度手に入れたものに妙に愛着が湧いてしまい、いまいち踏ん切りがつきません。どうしたら諦めがつくのでしょうかあるいは諦めずに済む方法はあるのでしょうか 近藤隊長教えてくださいそうですねいやー本はね私もすごい大量にうちにありまして本棚を増設したりもしましたけれども本棚の前にもうすでに本が積み上がっておりますでもうちょっと読まない本は段ボールに入れようと思って段ボールに 入れたののですがその段ボールも積み上がっております <laughs> もうほんとにいやね私も本とかはね捨てられないたちなのでどんどん増えていってしまうんですけれども途中で買わなくなる本はたまにあるんですよねシリーズでもいいかなみたいなのとかあったりするやつは古本屋さんにねあの売りに行ったりはします。 うーん諦めずに進む方法はやっぱりもう近くにちっちゃい倉庫を借りるしかないですよねそうもうね本って急に読みたくなることってありませんかああれ読みたいなってだからね捨てちゃうのはね嫌なんですよなんか友達はそのまあ本をね一度 買ったやつをすぐまあ古本屋さんに売りに行ったりとかして荷物が本が増えないようにしてる人はいるんですけども「えなんですぐ本売れちゃうの?」みたいな聞いたら「いやもう古本屋自体が自分の本棚って考えればいいんじゃない?」みたいなこと言って「読みたくなったらまた買えばいいじゃん」「いやすねで」みたいなことを言われて「いやーしかし何かその自分の本棚ってしてもなーまた読むにはお金かかるしなー」みたいな。 そう悩みどころなんですけどもちょっとリッチな考えは私にはできなくてうーんまあ借りるしかないなそれかもう本を床に敷き詰めて地下倉庫みたいにする。 本を敷き詰めて、その上で生活することにすれば、あの、まず物はこう,う、床の上にはないですよね。床の下にあるから。うんうん。<laughs> そうすれば、あの、まあ、読みたいなと思えば、こう、ちょっと床を剥がして本を出すみたいな。すれば、いけると思うんですよ。しかしな、そうすると若干湿気とか気になりますよね。<laughs> 思いつかない。うーん。 本は大切です。やっぱり思い出があるし捨てられないよね諦めずに住む方法はもうでもしょうがないですよねあの場所って限りがあるから日本って土地が少ないから <laughs> ねえだからもしもう一度読んだ本はまあお母さんが旋回だと思うんですね一度本読んだ本は処分しなさいって。 っていうのが、まあ、引っ越しっていう大きなくくりとしては、まあ、そういう時期なんですよね。私はずっと実家なのでそういった区切りがないので永遠本が増えていくんですけれども引っ越すとなると私もきっと本を捨てなければいけないと思うんです。あの持ってけないから。<laughs> うん、だから一回本当に好きな作品だけ残して一回捨てましょう。一回古本屋さんに預けましょう。 ま七屋さん的な感覚で預けましょうで読みたくなったらもう満喫に行きましょう <laughs> 満喫行ったら絶対あると思うんですよだからある意味その古本屋さんに行ってもないだろうとかあと満喫に行ってもないだろうって本は確実に残してあるであろう本は一回捨てちゃいましょうそうしましょう 近藤は、もし引っ越すことになったら、そうします。まあ、実家だから引っ越す予定はないですけどね。<laughs> ないですけどね。いや、どんどんね、私は本がね、積み上がっていきますよ。ある意味、満喫より多いかもなってたまに思います。趣味は偏っていますけどね。うん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 。いやー、解決しないな。お悩み相談コーナー始めるのにな。どうしよう。一回目から解決しないってどうですかね。うーん、うーん、そう。 結論好きな本は捨てられないはい皆さんお悩みありましたら今度がこんな感じで解決していきますので <laughs> ぜひぜひ送ってってくださいコーナー一回で終わらせたくないぞ Here is <laughs> just line 重なり合う糸 浮かび上がる偽証誰も咎めないのはノーチューヒューズイザストラインさてさてシークレットベースケーステーションそろそろお別れのお時間でございます はい。ということで、本日は素敵なゲストさんをお迎えいたしましたので、怪人目撃報告はやりませんでした。というか、怪人目撃報告全くないので、皆さん報告してくださいね。<laughs> あもういないのかな平和な世の中になったのかなそしたらもう、ケーステーションいらないかな <laughs> みたいな感じになっちゃうから、なっちゃうから。まあね、まあ。 平和でもねあの何か悪がね急に急,急にじゃない急に攻めてきたりすることもありますのでこのシークレットベースケーステーションは守っていきたいのであのー、まあまあ、まあ、まあ怪人目撃したらですねぜひぜひお便りくださいねお願いしますそんな怪人目撃報告の報告方法をもう一回おさらいしておきましょうねはい教えてほしいことは怪人の名前何をモチーフにした怪人なのかそしてで 顔、足、胴体の特徴、他、攻撃方法、必殺技などありましたら、ぜひぜひ書いて送ってきてくださいね。近藤が、あの、モンタージュ作って、似顔絵で指名手配いたしますからね。よろしくお願いいたします。その他ですね、この番組では皆さんからのベールを募集しております。普通オタそして暗号解読は、近藤に解読をしてほしい。普通使わないような、ちょっと、 不思議な単語そして、えー、怪人目的報告そしてこんなコーナーあったらいいななどなどそして、えー、今回から新コーナーとなりましたお悩み相談コーナーですねこちらもぜひぜひお悩み 解決してみせる次こそはということであのぜひぜひ <laughs> 送ってくださいねお願いしますメールの宛先は k アンダーバー SECRET アットマーク TARGET-ENT.COMK アンダーバー Secret アットマークターゲット -ENT.COM までですはいということでそうですね今回も メールを読ませていただいた方の中から単位になっていただく方を選抜したいと思います。ジャジャ今回正規単位となっていただく方はシークレットネームのぶくぼさんです。おめでとうございます。ーはい、のぶくぼさんには単位ナンバー18を申請したいと思います、えー。こちらの番組宛てに住所とご本名。 書いて番組宛に退院になりましたんで退院書送ってくださいって書いてメール送ってきてくださいよろしくお願いいたします他の皆さんもですね正規単位目指してどんどんメール送ってくださいねよろしくお願いいたしますここで近度のお知らせをさせていただきたいと思います え来月3月末にですね、ブレイブルーミュージックライブ2015に出演させていただきます。こちらチケット絶賛発売中でございます。えー、他ですね、えー、近藤佳菜子3月にちょっとしたイベントも控えております。まだ発表できないんですけれども、えー、発表できる機会になりましたら、時期になりましたら、ツイッター後、あと、 ブログ等々で発表していきますのであの今度の情報は逐一ブログ、ツイッターで確認してください。よろししくお願い,いたしますそしてですね1月18日のライブの模様がですねネットの配信番組でただいま放送中でございますこちらガールズニュースさんというところで、えっと、配信していただいております。 ちょっとですね、有料コンテンツとはなるらしいのですが、よろしければぜひぜひ、あの、綺麗な映像で、綺麗な音声で放送していただいておりますので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いいたします。そしてですね、1月18日、パンドフルパーティーボリューム2にて、会場限定で発売させていただきました、近藤かな子手書きイラストパンダの缶バッジ2個セット。 こちら、えー、ご購入いただいた方々にお知らせでございます。こちらの缶バッジの方の文字にですね、記載に間違いがありましたので、ターゲットさんで交換していただくことが可能となっております。記載が正しくなった缶バッジと交換して、えー、いただくのはですね、ちょっとお手間ですけれども、近藤のプリズムの 公式ホームページの方のインフォメーションに詳しくは書いてあります。お問い合わせフォーム URL にあのメールを送っていただきまして、その後にあの詳しい交換方法のご案内メールをえー送らせていただきますので、交換希望の方はどうぞこちらの方チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。 本当すいません。私も全然、前日にその缶バッチできたよってもらったとき気づかずに、わやったーわやったーって言って、それのままでした。本当すいませんでした。なんか、ボリューム1って書いてあったみたいで、ボリューム2じゃなくて、本当すいませんでした。お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。はい、ということで、この番組は、各週金曜日の配信を予定しております。次回の、あの、10、20回です。おぉ、20回じゃん、次。すごいですね。 第20巻へのメールの締め切りは、配信日の配信週の頭の月曜日までとさせていただきますので、それまでにですね、20回宛てのメールをぜひぜひ送ってきてください。よろしくお願いいたしますね。この放送を聞き終わったら、即メールを送ってください <laughs>。時間ある時に書いてください。お願いします。ではではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、シークレットベースケイステーション隊長、近藤かな子でした。 まったねこの番組はターゲットの制作でお送りしました。